トビです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、いよいよ今週発売予定の Xiaomi の 11T Pro の性能と冷却構造を分析したので、その内容を報告したいと思います。 Xiaomi の 11T Pro ですが、発売前なんですが、いくつかの、気になる点があってですね、私も実はその気になる点があってまだ購入してないんですけど、こちらに書いてあるですね、性能面についてちょっといろいろ海外でも言われていて、例えばですね、アンツツベンチマークでこの888を積んでるんだけども、実は性能が2世代までの865、本当にそうなのかってところと、カメラの性能に関しては、センサーがちょっといまいちなので、そんなに画質は期待しない方がいいっていう話が出てます。あとですね、スナドラ888っていうのはもう熱が非常に厳しくて、筐体構造が悪いとなかなか性能が出にくいので、今回、前回 Pixel 6 Pro でもやったんですけど、冷却構造がどうなってるかっていうところをちょっと調べて分析したので、その結果をですね、報告したいと思います。まずですね、一番ちょっと性能面が気になっていてですね、本当に865の性能なのっていうところで、かなり YouTube のデータをですね、調べて、アンツツベンチマークのデータをいろいろなところが引っ張ってきました。で、確かにアンツツベンチマークすると61万点っていう結果も出ていて、実際この61万点ってどれぐらいの性能かというと、こう右に書いてますけど、865搭載の Mi 10で65万点なんですね。もうそれを下回ってしまうっていうレベルなので、この値っていうのは相当低いですと。で、通常 Mi 11、888、あと Mi 11 Ultra、過去の Xiaomi の888搭載機っていうのは基本的に75万点以上、場合によって80万点ぐらいのスコアが出るんですね。なので、それに比べたらこの60万点っていうのはとんでもない値なので、もしこんな値が通常時で使われるような状態で出るようであると、もう888っていうのは名前だけであって、ちょっとこれはもう888の性能を期待して買った人にとってはかなりクレーム級の問題になりかねないかなっていうので、ちょっと私相当心配します。で、いろいろ調べてみると、なぜこんな値になるのかっていうところで、今これグラフプロットしてるんですけど、横軸が、アンツツベンチマークを行う時の CPU のスタート温度ですね、0度から40度まで振ってあって、あと縦軸が、80万点から50万点まで振ってます。で、このグラフを見ると約36度スタートからすると61万点なんですけど、19度のスタートからすると74万点、888相当のスコアが出てるんですね。あと真ん中の29度ぐらいですかね、あと30度弱、これぐらいになるともうすでに65万点になってしまっているので、これ865相当なんで、このエリアからもう865相当のスコアになってしまってますと。で、私も Mi 11持っていて、過去のデータを見たら35度あっても78万点ですと。あと Mi 11i っていう、K40 Pro と同じなんですけど、こちらの方はですね、44度でも75万点なので、この36度の61万点っていうのは、もう過去のその888搭載機と比べても明らかに低いんですね。なので、これはちょっと非常にまずいんじゃないかなっていうのが、まず心配点として出てきてます。で、なんでこういうことになるのかなっていう、いろいろ考えると、888は熱がかなり厳しいので、スロットリング制御で発熱すると性能は落ちるんですけど、これ性能が落ちるって言っても、これ落ちすぎてるんですね、はっきり言って。この落ちすぎてるっていうのはなんでかってちょっと分かんないですけど、あえてちょっと888が、チップ故障とかいろいろ問題が出てるので、そういうの起こらないように安定性安全をとって落としてるのか、もしくは最悪の場合、チップのぶどまりとか、あんまりこう性能が良くないチップを持ってきてるとか、ちょっともうそこまでいくとあんまり考えたくないんですけど、ここまで落とすのはちょっとかなり気になるなってことで、もしこの 11T Pro ですね、ゲーム利用を考えた時には、普通に36度なんかあっという間にいってしまうので、かなり要注意かなと思います。逆に870の搭載機の方が全然性能が出るっていう話になってしまうんですね、これもし本当だとすると。なので、海外版でこういう結果出てるんで、日本版で本当にどうなるかっていうのはちょっと心配ですというのが、まず1点ですね、分析して分かったことになります。で、次にカメラの方なんですけど、これちょっと細かくて申し訳ないんですけど、今回 11T Pro に積んでるカメラセンサーっていうのはサムスンの HM2 っていうものですと。で、この HM2 っていうのは108メガピクセルで、センサーサイズとか、1画素の大きさとかいろいろ書いてあるんですけど、実はモトローラの H20、これ最近発売されたミドルレンジのスマホなんですけど、あと過去で言うと Redmi Note 10 Pro ですね、これと同じセンサーなので、確かにここミドルレンジのスマホと同じセンサーを積んでるので、
まあ、あの性能カメラの画質は、まあ、そんなに良くないかもしれないっていうのは、まあ、そうなのかなと。でもうすぐ発売、あ、もうすぐというかもう発売されましたね。中国では Redmi Note 11 Pro っていうのもこのセンサーを積んでいますと。まあ、明らかにミドルレンジのセンサーっていうことが分かります。まあ、上位だと Mi 11とか Mi 11 Pro とかは、まあ、センサーのサイズも1画素の大きさも大きいので、まあ、画質が良いだろうと。でこれあの上から順番に画質が良いのかって言ったら、まあ、そうでもなくて、画質っていうのは、まあ、このピクセルサイズですね、画質の大きさと、まあ、画素数、あとこの撮影のシーンの状況とかですね、あとレンズとか、あと最終的には結構一気のがソフトの画処理が効いて最終的な画質になるので、まあながちこの順番で画質がきれいかってそうでもないので、まあ、今回888積んでるわけなので、この CPU 性能を生かしてですね、もしかしたらこの Redmi Note 10 Pro よりも より画処理がですねバリバリに効いていい画像になる可能性も、まあ、ゼロではないなっていうふうに思うんですけど、ちょっと私あんまりカメラに関してはあんま詳しくはないんで最終的にどうなるかちょっとわかんないですけど、そのあたりは今後見ていく必要があるかなと思います。まあさすがに上位のですね高級センサーにはいくら頑張っても届かない面はあるかもしれないですけど、まあ、そこそこ頑張ってほしいなっていうのは私の期待値です。でここからですね構造分析をしていきたいと思うんですけど、 Xiaomi はですね888搭載機を実は世界初あの Mi 11で搭載して、これまたあの爆熱の888をこの Mi 11っていうのは最近重たくなってきた Xiaomi の端末の中でも頑張って 196g の軽量端末でワイヤレス充熱でも何でも入ってる端末に全部押し込んで888出したんですけど、まあ、その結果なのか分かんないですけど、ベーパーチャンバーのエリアが相当小さかったくてですね、もうこの端末自体もかなり熱い状態で888が駆動されたと。で、まあ、888熱いって話で Xiaomi はまあそれに対して、まあ、世代ですね、あのもう今回の 11T Pro で4世代ぐらいになるんですけど、ついに Mi 11 Pro ウルトラ出してこの熱いのをなんとかしようってことでベーパーチャンバーのエリアを拡大したりとかですね、 CPU とベーパーチャンバーの接地面のところに双変化材料を使って熱伝導性を上げてうまくこう熱を流してあげる、まあ、こういったことをすることで熱対策を強化してきてますと。で最後3世代目ではベーパーチャンバーをですねこのバッテリーエリアまで伸ばして拡大して冷却構造をまあ徐々に改善してきて進化しているっていう状況にあるんですけど、まだまだ888っていうのはこれだけやっても熱いので十分ではないけど、まあ、非常に過去何度も何度もこう改善を繰り返して筐体の冷却設計は成熟のがですね徐々にされているような状況にはなってきているという状況です。まあ、こういった状況を踏まえてじゃあその Mi 11T Pro っていうのはどうなってるかっていうのをこれから見ていきたいと思います。でこちらの方がですね 11T Pro の構造でして CPU が一番発熱するわけなんですよ。メイン基板は今こちらに表してまして888がですねメイン基板の裏側に積んでます。でこの CPU メイン基板から画面源への排熱っていうところはあのこの筐体の方に、まあ、しっかりとしたこうベーパーチャンバーがかなりこう太い感じでついていて、こう内部にもおそらく筐体の中に銅板が入ってるかなっていうふうに私は思っていて、うまくこう CPU から熱を筐体に落としてベーパーチャンバーで下で落として筐体の側面ですね、側面まで熱を伝達させるような状況になってるかなと。でそれはなぜかというとこの右の熱解析で、まあ、テックタブレットさんっていうのが原子に動かした時のサーモグラフィーを載せていただいてたので、これ見た時に筐体の枠が結構熱くなってるってところで、実はこの枠が熱くなってるっていうのは前シビの時でも感じたんですけど、うまくこう筐体フレームですね、鉄の筐体フレームに熱を逃がして側面まで流すっていうのは今までなかったんですけど、最近のシャオミさんの端末はそこまでやってるんだなっていうのはちょっと私的にはすごいなと思いながら見ています。あとまあ液晶パネルの裏面はまあ銅箔なのでここも熱がうまく伝わってるのかなっていう状況ですね。で CPU 実装エリアのところはまあグリスが塗られて熱が広がっていくというような状況になっています。でこの Mi 11T Pro は先ほどの3世代目の 196g の軽量化から若干重たくなって 204g になっているので、まあ、そこそこ熱設計という面では材料もしっかり使って頑張っているのかなっていうのが印象ですね。
次にですね、カメラモジュールの熱はどうなってるのかって話で、こちらに今カメラの実装状態を載せてるんですけど、シャオミの端末の場合はカメラモジュールが筐体にこう設置されるような形になっていて、筐体にこう枠があってですね、そこにカメラモジュールがそれぞれがはまるような形になってますと。でカメラモジュールが独立で筐体に設置して、熱が逃げるって話と、カメラモジュールの上部も、非常に背面パネルで、簡易固定で、かなりオープンフレームな形で熱が逃げやすい形で、カメラのところを、冷却設計としては、頑張ってるかなと、このあたりは Pixel 6とかなり構造が違うような形にはなってますと。なのでカメラモジュールの排熱は筐体側と背面パネル、両面にしてるのかなと。バッテリーは普通にこうここのベーパーチャンバーの上に、マウントされるって形ですね。で次にじゃあそのメイン基板の排熱に関して、先ほど、液晶面への排熱っていうところでベーパーチャンバーの方に行ってたと思うんですけど、今度逆にこちらは CPU 面じゃなくて CPU と反対面のメイン基板になるんですが、こちらの方にもグラファイトが貼られていてですね、カメラの方はこのメイン基板のカバーがうまくこうカメラくり抜かれた形でここにはまるような形になっていて、このグラファイトのに伝わる熱をですね、メイン基板を固定するカバーを介して下方向に熱を逃がすという形になってます。で下方向に逃がした熱を、背面パネルがこの上を覆ってるんですけど、背面パネルを返して外に逃がすというような形で、こちらの方も、熱のサーモグラフィー見ると、この一番 CPU の上あたりが熱くなって、このグラファイトのエリアのところがちょうどこう下の方にこう熱がですねこう逃げているような形で、まんま筐体の構造通り熱が上から下に逃げているのかなと。またあとこちらの方もサイド面が熱くなっているのは、筐体のフレームの方に熱がうまく逃げているのかなというのがこのサーモグラフィーの映像から見て取れますと。でこちらの方がですね、説明しました今度横から見た構造のまとめになってますと。で今回の設計としては、一般的な最近のシャオミ端末並びにハイエンド端末の筐体構造になってますけど、ベーパーチャンバーの面積が結構あるってところが、いいところかなと思いますと。でもう一つはこのベーパーチャンバーを、筐体に設置してるわけなんですけど、筐体のフレームにかなり積極的に熱を逃がして最終的にサイドへも排熱をしてるってところが非常にいいところかなと。あと画面側の排熱がですね、この構造上は、メインになっていて、この筐体フレームと設置している画面パネルですね、銅箔が貼られているので、それを使って全体に熱を逃がすという形になっているという構造になっています。で背面パネル側は、こう CPU と反対側なので、上に伝わってきた熱をグラファイトシートで、下の方に若干逃がしながら排熱するということで、あんまり背面側への熱っていうのはそんなにこう画面パネルよりは逃げ道としてはあんまり使われてないのかなっていうような構造になってます。でこの構造自体はですね、 Mi 11 Lite 5G とほぼ同様の、構造になってる感じですと。最後にですね、まとめとしては、今回ちょっと一番気になるのが性能ですね。性能が落ちやすいレベルをちょっと動画超えているので、これ海外版だけの問題で済んだらいいんですけど、ちょっと日本版もこれだと、ちょっとこれは大騒ぎになるんじゃないかなっていう心配がありますと。あとカメラの性能に関しては、これはちょっとソフトの画処理をした上でどうなるのかってところで、期待は少し持てるかなと、良くなっていってほしいなっていうところですね。冷却構造に関しては、普通というか、それほど悪くないので、この冷却構造はそんなに悪くないところに、異常ともいえるサーマルスロットリング制御によって、性能が一気に落ちているので、これは本当どうなるのかって非常に心配ですね。あとは、ゲーム問題っていうのは Mi 11 Lite 5G で出てたんですけど、今回の Mi 11T Pro ですね、 11T Pro で出るのか出ないのかっていうのは、これは念のため注意が必要かなとは思いますと。私の Mi 11ではこのあたりはそんなに出てないので大丈夫かなっていうような感じもするんですけど、ちょっとこればっかしは蓋を開けてみないとわからないかなというところで、ちょっとこう発売後ですね、いろんなユーザーさんのレビューを確認されることをちょっとお勧めします。はい、以上の分析になりますけど、ちょっと私の方はいろいろこの今日ご説明した内容がですね、ちょっと気になってですね、まだ端末を購入するには至ってないっていうような状況で、今回お話しした内容はですね、単なる杞憂であってほしいなっていうのは非常に思いますね。はい、ということでこれからですね、いよいよ発売されるので、ちょっと状況を見ていきたいと思います。はい、それではまた。